ルーマニアの行政区分。ルーマニアの地方行政は41の県と首都ブカレストに区分されて行われている。ルーマニアの県は単数型では樹列、複数型では樹列へという。ルーマニアの行政区分の最上位にあるのは41県とブカレストである。各県の下の自治体は人口規模に応じてムニチピーブ、オラーシュ、 コムーナの3種類があり、これらが事実上最小の行政単位となる。なお、首都ブカレストではこれに代わって、セクトルが設けられている。ロカリターテは、行政機能のない集落や外区である。次の一覧は、41の県を、下の地図に対応するように4つの地方に分けたもので、ある。それぞれ県名のカタカナ表記を五十音順に並べ、県名のカタカナ表記と、ルーマニア語表記、 県の略号県庁所在地のカタカナ表記とルーマニア語表記をまとめた。県名欄は県の表示を省略。県名と県庁所在地名が同じ場合も、それぞれ別の記事へリンクしている。ルーマニアの行政地図ルーマニアの県制度は、19世紀にフランスの県をモデルとして制定された。社会主義国家となった後、共産党政権は1950年に県を、 廃止して、ソビート連邦を模範とする地方管区制度に変更した。しかし、この制度はルーマニアではうまく機能しなかったため、1968年に県制度を復活させた。首都ブカレスト近郊のイルホブ県とヤロミツァ県は、1981年に再編され、現在のようなイルホブ県、カララシ県、ジュルジュ県、ヤロミツァ県の4県となった。 ルーマニア国内は、現在、治安が悪化の一途をたどっている面があり、各地で事件が発生している現状がある。時によっては、村単位で生産な事件が発生することもあり、中には、組織的な犯罪に絡むものも含まれている。ありがとうございます。